797原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民の企画協力で NPO 京都コミュニティ放送が放送します。はい、福島原発の状況が、一刻だんだん深刻化しています。この中にあってですね、私たちがどういった情報に注意すべきかということを、この番組では伝えていっておりますが、まずはじめにですね、先日 の番組の少し、補足をできればと思います。先日この番組ではですね、この夏、電力不足が、心配されていると、それは本当なのかどうかということについて、ICEP という NGO の飯田哲成さんにお伺いしたんですけれども、その中でですね、飯田さんの方から、家庭でできる節電の方法としてアンペアダウンについてのご紹介がありました。一度に使う電気の量を、減らす、契約している電気の量を減らすということなんですけれども、これはですね、関西と沖縄電力、関西電力と沖縄電力のエリアはこのアンペアダウンが、できません。そういう仕組みになっているというのも一つの問題かとは思うんですけれども、関西と沖縄電力のエリアはアンペアダウンができません。その他のエリアはできますので、ぜひ取り組んでみていただければと思います。はい、では、早速、今日の話題に入っていきたいと思うんですけれども、1号機、2号機、3号機で、メルトダウン、つまり核燃料が、溶けて、格納容器の下に落ちているという状態になっています。相変わらず高い放射性物質がですね、放出されて心配が高まっているんですけれども、皆さん、ご存知のようにですね、子どもたちの被曝量は年間20ミリシーベルトで、相変わらず国の方は、基準を変えていません。しかしですね、その一方、文科省の調査によりますと、屋内待機の区域外とされている福島県浪江町や飯舘村の、一部地域でもですね、年間の、積算被曝線量20ミリシーベルトを超えるところも出てきております。このような情報が、出てきてですね、本当に心配が高まっている、特に子どもたちへの影響が本当に心配されるところなんですけれども、今日はですね、福島市内の、放射線量の調査を行ってこられました、京都精華大学教授細川光明先生にその調査の、様子、結果、そして、その調査結果からですね、私たちがどういったところを注意しておくべきか、ということについてお伺いしたいと思います。細川先生、こんにちは。どうもこんにちは、細川です。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、福島の方にですね、調査に行かれたということなんですが、いつ頃、どんなふうに調査をされたのかということから少し教えていただけますでしょうか。そうですね、ちょっとその前にそれと別のことなんですけれども、昨日ありました会議で、滋賀県の防災に関する原子力防災に関する、動きがありましたんですけど、そのこと先にちょっとそうですね、ご紹介してもよろしいですか。はい、よろしくお願いします。これを少し短くお話ししてから、福島市の話をしようかなと思うんですけども、よろしいですか。どうぞ。すみません、実は、ちょっと今週はですね、私はあちこち飛び回ってきて、で、昨日はですね、大津市の方で、滋賀県の、県庁の方でですね、唐田知事が急遽立ち上げた検討委員会が一つ始まりまして、でそちらに委員を仰せつかったので、私も昨日第1回の会議ということで行ってきたんですね。でこれは滋賀県も隣に福井県があって原発がありますので、一応、原子力災害に関するですね、防災計画は県として持ってるんですね。ただ、その現状のこれまでの計画、今ある計画っていうのはですね、一言で言うと非常に途方法な内容で、つまり10キロより外には何も心配はないとかですね、それからメルトダウンは起きないとか、ヨソ剤を飲む必要も生じないとか、そういったですね、非常に甘い想定で、
前提で作られた計画なんですよね、非常に時代を感じるというんですが、で、しかし今回福島で今言ったような条件は全部 あっという間にクリアされてしまったので、滋賀県の方知事非常に、迅速に対応されましてですね、防災計画、原子力防災 の計画を全面的に書き換えて、で、それもなるべく早く対応してしないといけないということで、検討委員会を立ち上げるということで、昨日始まったんですね。で、私は個人的な考え方としてはですね、一番安全なのは原子炉を止めることだというふうに考えている人間ですので、原子炉が動くことを前提にして防災計画を作るというのは、考え方としては私はおかしいと思っているんですが、しかし現実の問題として非常に不十分な、防災計画しかない状態のまんまでいいとも思いませんので、何かお役に立つことがあればということで行ってきたんですね、委員を仰せつかりました、で、それより前にですね、ちょっと今週別のところで飯舘村で、福島県の飯舘村ですね、計画避難区域に指定されている、ところの、で取り組んでいる方のお話を聞く機会があってですね、その時非常に印象的なことを言葉を聞いたんですね、計画人災という言葉をおっしゃってたんですね。計画人災、計画人災、私も初めて聞く言葉ですし、そういう言葉っていうのはなくて、今度は初めて改めて作られた表現された言い方だと思うんですけども、つまり今回の東北の 災害というか被災というのは40の被災であると、で、地震、津波、放射能で、ここまでは分かるんですけども、4つ目がその計画人災だというんですね、つまり防災計画、避難とかですね、いろんなことを含めた防災計画が非常に不適切だったことによって、それによってかえって混乱や、地元の住民の方の苦しみが増幅されていると、だからその部分は明らかに人災であって、だからそういう意味で言ったら防災計画をちゃんと、議論して、万万が一のために対応になっていくというのは非常に重要だとは思うんですね、そうですね、これは話し出すと長くなってしまうので、関心のある皆さんはぜひフォローしていただきたいと思うんですけれども、というのは、加田知事のお考えだと思うんですけれども、完全公開方式でやるんですね、ですから昨日 の会議も、もちろん傍聴もできますし、それからメディアが全部、最初から最後まで入ってですね、記録っていうか流してますし、それからその後の、議事録なんかもあまり編集しない形で、誰が何を言ったっていうことをそのまんまウェブサイトに載っけるっていうふうな、ふうに聞きましたので、だからそういう意味で言うと透明性は高い、という形でやっていくという思うんですね、その分もしご覧になったらそのなんと不十分な議論をしているのかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません、でまたそういうことぜひフォローなんていうかな進展を見ていただきたいと思うんですね、ただ昨日はですね1回目の会議ということで、私はそれほど深い議論にはならないのかなと思って行ったんですが、いくつかやはり踏み込んだ議論というか発言もありまして、委員は十数名いるんですが、委員長をされるのは京大の防災研究所の林治夫先生が、委員長ということで選ばれまして、でその林先生がですねおっしゃったのは普通は、原子力防災っていうと、ただ原子炉の炉がどういう型であるかとかですね、放射能がどれぐらい漏れるかとか、それをどういうふうに情報を伝えるかとか、そういう順番で考えていくわけですね、常識的に言うと、でこれを林さんの言葉で言うと川上から川下へというふうにおっしゃってたんですが、事態がこう進展していくのに合わせて考えていくと、で、最後にじゃあ避難ということになるんですね、で昨日林委員長がおっしゃったのはこのやっぱり逆の順番で考えようと、つまり避難というところからやっぱスタートして考えていく必要があるんじゃないかと、そうでないとですねその科学論争をやりだすとですね、これ永遠議論になってしまって、肝心な、ところにたどり着かないという面恐れはあるわけですね、私もそれは恐れていたんですが、
まあ、しかしそういう姿勢を示されたので、まあ、それは良かったかなと思うんですね。それから唐知事も昨日は出席されていて、はい、言われたのは生活防災という、まあはい、これは唐さんのダムの問題なんかでよく言われている、表現ですけども、はい、生活防災の感覚、つまり実際に、逃げなければならない人、あるいは実際にその放射能の情報を受け取って、一喜一憂しなければいけない生活者の感覚でもって話をして、話し合ってほしいという、まあ、強い注文がついたんですね。まあ、そういう意味で言うとこれから実質的な話がしていけるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、それからやっぱり、はい、メルト、まあ、ちょっと私びっくりしたのは、はい、これ原子力工学の、まあ、これまで原子炉を作って、まあ、推進をされてきた方も、当然何人か入ってらっしゃるんですよね、はい、まあ、技術的な問題がありますの で、はい、でその一人がですね、まあ、これ今誰が言ったかというのは私が言わなくてもですね、はい、公開される記録を見ていただければ誰が発言したかと全部わかるので、はいはい、あえて名前は言いませんけれども、はい、原子力工学の方ですね、はい、が福井の原子炉っていうのは加圧水型炉なので、つまり福島のようなですね、はい、弱点のある沸騰水型炉と違うので、はい、メルトダウンは起きないだろうということをですね、あ、はい、まあのっけから発言された方もいらっしゃいました。はい、で、まあ、これは当然反論もありまして、はい、で、まあ、結論としてはやっぱり炉心の全溶融ですね、はいはい、メルトダウンは、はい、起こると、しかも複数の炉で起こるということを前提に議論しましょうと、はい、まあ、いくつか重要な、視点の合意は昨日取れたんですね。で、後の話ともつながりますけど、はい、避難という場合もですね、はい、するかしないかっていうその100か0かっていう考え方ではなくてですね、例えば全体は全員は避難しなくても、妊娠している女性だけ動かすとか、あるいは子どもだけ、っていうか学校を疎開させるとか、はい、そういったそのいろんな段階をに対応した考え方で、やっていこうと。これまでそういう考え方してなかったんですね。あ、なるほど。もうみんな一緒、逃げるときはみんな逃げる、逃げないときは誰も逃げないと、そういう割とアバウトな、まあ、それをちゃんと今回福島で起きたことを踏まえてですね、見ていこうという話にはなりました。まあ、優先順位がついたわけ、そうですね、はい、まあ、繰り返しになりますが、私はそれでもですね、はい、一番大事なことは とりあえずですね、運転を停止して、それからゆっくり議論するということが僕は順番だと思いますけれども、動かしながら議論するというのは間違っていると思うんですけどもね。そうですね、まあ、それは今、言い出すとまた長くなるので、そうですね、はい、でも、まあ現実問題として、まあ、こういった防災計画に関心を持って、まあ、その議論を見ていくだけでもね、いかにその、まあ、原発というのがやはりとても事故が起きたときに本当にもうどうしようもなくなるものかというのがよくわかるかと思いますの で、 です、ね、ぜひ、まあ、関心を持ってね、見ていきたい。昨日ですね、その会議で滋賀県 の、 防災の最高責任者であるですね、はい、防災危機管理官という役職の方が、もう出席されていて、まあ、委員の一人として参加されていてですね、はい、小倉管理官という方ですけども、はい、この方がおっしゃっていたのは、私非常に、まあ、ある意味当たり前のことなんですが、はっきりおっしゃったということで非常に心強く思ったのはですね、防災計画ですから、やっぱり基本的にはこれ国の指針に従う必要があるんですね。そういう法律でそういうふうになってますから、はいはい、県が勝手に、作ってそれでその通りいくとは限らないんですね。ただ正直なところ、その国が何かをですね、はい、してくれるのを待っていたらば、いつになるかわからない、だから、滋賀県が先に独自にですね、議論を進めて、一つのモデルを出しましょうと、はい、で、まあ、それを見てその国を引っ張るぐらいの意気込みでやりましょうということを、まあ、おっしゃっていたんですね。なるほど。まあ、それと、まあ、管理官はですね、はい、防災危機管理官の方は、まあ、これは公の場でそういうふうにおっしゃったので、私は、まあ、おやおやと思ったんですが、まあ、今まで国に騙されていたということを非常に明確にですね、発言されて、はい、というのには10キロ圏の外は対策必要ないと言われていたと、はい、で、県が勝手に対策しても国は金を出さんと、まあ、そういうふうに、そういうことですよね。そうですよね。そういうふうに言われていて、はい、まあ、その県もそんなに懐いたからわけではないので、
ずっとそういう状態で来たっていうのはやっぱり騙されていたんだと、でそれではいけないんだと。であともう一つは原発だけじゃなくて核物質の輸送ですね。千葉県は実は高速道路をプルトニウム運んでますので、それが交通事故を起こしたようなっていうのも原子力災害が起こりうるので、そういったこともですね、県の役職の方がはっきり言明されたので、非常に危機感はですね、正しい方向で危機感を持っておられるなというふうに私は感じました。なるほど。これを機会に明るみになることがたくさんありますね。そうですね、はい、非常に、もちろん委員の間で意見考え方の違いやですね、だいぶ違うということも分かりましたので、面白い場になるかなと、こういうのを使っていろんなことが明らかになっていくというのが大事かなというふうに思います。このオープンにされているというのは非常に魅力ですね。そうですね、前の淀川流域委員会と同じ方式ですね。滋賀県の、地域防災計画についてのお話を、少し教えていただいたところなんですが、それで、ね、福島行ってきたんですよ、福島の方ですね、これは私の手柄ではないので最初にちょっとお断りしておきますけれども、私が勤めている京都精華大学で、同じ研究者である山田邦弘という研究者の方がいらっしゃるんですが、彼が中心になってですね、除染というのは汚染を除くという除染ですね、除染プロジェクトというのを立ち上げようということで、また今走り出したところで、また完全に決まりきってない部分があるんですが、彼がリーダーシップを取ってですね、それとあと福島市の 地元のですね、住民の方々、特に小さいお子さんのいらっしゃるお父さんお母さんの方々の市民グループがですね、これは今文部省の20ミリシーベルトの問題にも取り組んでいるのと同じグループの方たちですけれども、が非常になんていうかな、協力というか自分たちの問題ですから、積極的にいろいろ準備をして受け入れをですね、してくださって、僕はそれになんか乗っかってちょっと様子を見に行ったみたいな程度なんですね、ただそれいい機会ですので今週火曜水曜と行ってきたんですが、ある意味では予想通り、でしかし、その予想を超えた、こともいろいろありましてですね、簡単にちょっとそれをお知らせしようかなと思うんですね、でこれは今回はなんていうかな、本当に、時間も限られている中で、基礎的な測定調査をして、で来月ですね、3週間ほど先になってしまうんですけども、2週間ほど先かな、6月の上旬にですね、もう一度行ってですね、今度は地元の方ももっと大勢参加してもらって、実際に除染をする、つまり汚染の高いところをですね、もう市民自らですね、待ってても県も国も何もしてくれないじゃないですから、そうですね、でそれもちろんだから何とかしろっていうふうに言い続けることも非常に大事なんですけども、何とかしろと言ってる間も被爆するわけですね、特に子どもが被爆するので、それはやはり大人の責任として何か手を打たなくちゃいけないということで、自らやろうという、そういうことが今進行中なんですね、で特に今回地元の、小学校に通うお子さんをお持ちの方が協力してくださってですね、学校の通学路ですね、実際に学校に行く子どもが動く道筋をですね、放射線測定器を何台か持って、測りながら一緒にその歩くと、で私たちはホットスポットといって、つまり、一応今福島県は今日はこんぐらいですと言って、それから学校に行ってこれおやおやと思ったんですが、学校の正門にもですね、今日のこの学校の放射線量はいくらいくらですと言ってね、札がかかってですね、で毎日測って、それがその文科省の言ってる20ミリシーベルトに対応した1時間あたり 3.8 マイクロシーベルトを下がをなんていうまでは行ってないということで、あたかも大丈夫ですよとは書いてないんだけど、そういう感じで札が下がってるんですね、で、しかし実際はですね、例えば道の脇の草むらとかですね、それから雨が流れ込む側溝ってありますよね、側溝で泥の溜まっているところとか、それから学校の正面の花壇があるんですけども、ちょうど今ツツジの綺麗な花が
咲いていたんですが、その花壇の近くと、というか、はい、まあ、花壇そのものですね、そういったところを細かく測りながら行くとですね、はい、もう場合によっては2桁ぐらいの違いが出るんですね。2桁、つまり、例えば 0.5 のところが50あるとか、はい、0.5 のところもあるけど50のところもあると、はい、非常に変動の幅が大きいと、はい、で私はですね、行く前は、まあ、ホットスポットがあることは間違いないと思っていましたし、はいはい、でそれは例えば草むらとかですね、そういったところが怪しいというのは、まあ、ある程度事前の情報があったので、はい、予期はしていたんですけれども、やっぱり数字が思っていたよりも非常に高かったので、驚きました。はい、まあ、ちょっと今回はですね、急ぎの調査だったということもあって、まあ、いろいろ技術的にどうするかということで迷ったんですが、はい、山田先生の判断もあって、ベータ線とガンマ線と両方ですね、ベータ線をキャップしないで、ガンマ線と一緒に測るというやり方で見ていったので、で、必ずしもそれに出てくる数字はですね、今まあ、文科省とか学校が測定しているガンマ線だけの数字とは合わないので、単純にその数字の絶対値を持ち出してどうのこうのというのは適切でないんですけれども、ただ相対的にですね、どういうところが非常に線量が高いと、で特にベータ線があるということはセシウムがあるということですから、それを例えばホコリなんかの形で吸い込んだ場合にですね、非常に危険、内部被曝の可能性のことも考えたら、そうですよね、まあ、だからベータとガンマと両方を測って、はい、そのなんていうかこう総量を、の分布を見ていこうということ で、一応その、まあ、あまり誤差があるといけないので、はい、ガンマ線だけの測定器も一緒に、はい、並べて測ってですね、はい、まあ、大体相対的にこうあるところが高い、はい、あるところが、まあ、それほど積まないということ の、分布はですね、見て行くことはできたと思うんですね。なるほど。で、やはり、はい、だから子どもたちが実際に学校行くときに歩くところを行くとですね、例えば私たちが行ったのは小山っていうですね、はい、ちょっと福島市の中でも少し線量の高い地域を、はい、小山とか渡りとかですね、はい、行った地区を少し見たんですけれども、はい、例えばその線路をくぐるのに地下道になってる通学用の地下道が作ってあるところがあってですね、はいはい、やっぱりそこ入るとですね、放射線スーッと下がるんですね、でやっぱ出ると非常に高くなる、また針が跳ね上がると、はい、それから草むらの脇はですね、はい、さっき言いましたように、はい、非常に高くなるとかですね、やはり明らかにここは危ないなっていうところはあるんですね。で今のところしかしそういうところ、はい、そういうことがもちろん子どもたちには、伝わっていないし、それからある程度のところは私はこのテープでも貼ってですね、はい、人が近づかないようにすべきだと思うんですけれども、あ、なるほど、はい、そういったことも全然できてないんですね、で、できれば例えば草をその刈ってですね、なりそれからその側溝の泥なんかであればその泥をですね、すくって隔離するということが必要だと思うんですね、いわゆる、まあ、除染と言いますが平たく言えばお掃除をですね、はい、することで放射線はかなり下がるはずなんですね。で実際今回も何箇所かで実際に、はい、スコップでですね、はい、土どけてみたり、それから河川敷のところなんか、芝地になっている草むらになっているとか芝をちょっと削って、はいはい、見たりして測り直してみるとだいぶ下がるんですね、少なくとも一桁は、あるので、そういうことはやはりやる価値はあると思うんですね。そうですね、少し避けるだけでも違いが出る、ということですよね、で、まあ、これも私の基本的な考え方はね、はい、そういう環境で子どもがいるべきではないと思うので、つまりそのどこにホットスポットがあるか分からないと、しかもホットスポットもかなり線量が高いようなところだっていうですね、状況にはまたそこで子どもを私は暮らさせるべきではないと思うので、はい、基本はやっぱり学校疎開、学童疎開を、するというのが先だとは思うんですが、はい、まあ、しかし現実的にそういったものを、でまあ、実際すでにですね、かなり、お子さんをですね、自主判断で、はい、遠くの親戚のところに預かっていただいたり、あるいは、はい、全く縁も怒りもないけれども、受け入れ、自治体なんかで受け入れの施設があるところに、施設というか住居ですね、あるところに
お母さんとお子さんだけ行ってるとかですね、そういうことをあの対応されている方がかなり多いということが今回いろいろ話聞いて分かったんですが、しかし本来はですね、あのそういうふうに行くと行き先で孤立してしまったりですね、はい、いろいろ現実的な難しい状況に置かれますので、やはり学校ごとあのできればクラスあるいは学年ごと動いて、ご苦労だけど先生も一緒に行ってもらうと、であの可能な方は保護者の方も一緒にしばらく行ってもらうというようなことを、あのこれは行政が真剣にマッチングをしてやるべきだとはというふうに思うんですが、ただあのそういうことが実現するまでにちょっとまだ少し時間がかかりそうなあの状況なので、それまでにですね、あのできるだけの除染はした方がいいかなと思うんですね。で今非常に心配なのはやっぱり梅雨が近づいてるんですよね、はい、やっぱり6月、福島でいうと6月、市内でいうと6月の、まあ、やはり後半あの梅雨入りする平年ですとね、しますの で、はい、でそうなってくるとその今例えばここはその線量が高いからちょっと、はい、あの危ないなっていうようなことがこう、またその雨で流れて洗い流されて放射能が移動しますので、もっと高いところができたり、そうですね、これまでそうでもなかったところが急に高くなったりってそういう心配がありますので、なるほど、まあ、できれば梅雨前に少し、あの作業する方がいいです、しかし現実問題としてはじゃあ例えば泥をすくってね、あるいは草を切って、はい、その草や泥どうしますかっていう、そうですよね、非常にこれは悩ましい問題が生じるんですね。私たちがあの、まあ、話し合って一応前提にしているのは、はい、やはり あちこち動かしてしまうのは、その行った先にももちろん迷惑をかけるし、はい、それからその放射能がやはりあの拡散するということは避けないといけないので、なるべくその現場からそう遠くないところで、はい、ただし、まあ、隔離する形で例えば袋に詰めたり、ドラム缶に詰めたりして、さらに穴を掘って、埋めておくと、はい、で、東京電力に取りに来なさいというふうに請求するとそうですね、まあ、本当にあの除染作業の日当さえも請求していいんじゃないかと私は言ってたんですけれども、本当にそうですね、でそのためのどんどんあの請求というかその要求も一方で続けながら、しかしそのただ口で言うだけではなくて、ある程度大人がですね、はい、体を張って、子供を守るということをしなくちゃいけないという、まあ、本当は変なそんなことをしなくちゃいけないというのは非常に変な事態なんですけども、はい、まあ、そういう現実としてそういうふうになっているという、はい、感じがしますね。あの具体的にまあ地域に入っていくとそのまあ文科省の方で大まかなといいますか大体そのまああの町ごとのですね数値 あの発表されているんですけれども、またそれをさらに細かく見ていくとまあ 草むらであるとか泥であるとかといったところにまあ高い放射線量がまああの見つかるということで、まあやはりあの事態はとても深刻ですし、あのおっしゃるようにまああのよけてくださいと言っていても動かないので、まあ地元の人をはじめまあ私たちも協力できるところはですね動いていかなければいけないなとまあ改めて思いました、はい、またあの他の自治体での子どもの受け入れなんかもどんどん必要ですので、はい、あの総合的に対応していく必要があると思います。そうですね、はい、今日は、滋賀県のですね防災計画のお話から、実際、まあ、福島で、放射線量を調査された結果について、京都精華大学教授細川光明先生にお話をお伺いいたしました。細川先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。